こんにちは、フリント船長です。さて、海外は総じて、日本より治安が悪いと言えます。そう聞くわよね。日本は治安が良いっていうことね。今日は、私がヨーロッパで経験したり、見聞きしたりした、旅行者をターゲットとした犯罪について、お話しします。治安が悪いと言っても、身体的な危険がある場合と、釣りやさぎなどの危険がある場合で、様相は異なります。米国は明らかに、日本よりも、 身体的な危険があると思われますが、ヨーロッパは国によっての歌はありますが、身体的な危険というよりは、釣りや詐欺などの危険が主だと思います。殺人や強盗のリスクは日本とそんなに変わらないのね。旅行者をターゲットとした詐欺で、私が一番驚いたのは、ミラノのレストランです。モスクワに駐在していた当時、休暇でイタリアを旅行した時のことです。ミラノのホテルにチェックインしてから、 コンシェルジェで勧められたホテル近くのレストランに食事に行きました。メニューを見ながら料理と飲み物を注文し、食事を終えてからウェイターに感情を頼みました。ウェイターはすぐに機械作成の勘定書を持ってきたのですが、私は違和感を感じました。どうしたの料理と飲み物を注文する際にメニューに記載された金額を見ながら、おおよその合計金額を予想していたのですが、その金額よりもかなり高かったのです。 気ののせいいじゃないの注文した料理と飲み物の値段をメニューと見比べたのですが間違っていませんそこで勘定書の金額を暗算で足してみると合計だけが20ユーロ高くなっていたのです何それ機械作成の勘定書なんでしょ私はすぐにウェイターを呼んで確認しましたウェイターははじめ料理と飲み物のそれぞれの金額が メニューと違っていないことを主張したのですが、私が、合計のみが違っていることを指摘すると、何も言わずに、すぐに感情書を持って、店の奥に行きました。すると、マネージャーらしき、年配の男性が、ニコニコしながら出てきて、私の肩を叩きながら、正しい合計の、機械作成感情書を差し出して、支払いを求めました。肩を叩いたのは、よくわかったね、っていうことかしら私は通常は、クレジットカードで支払いをするのですが、 その時は、キャッシュで払いました。そんなとこでクレジットカードを使ったら危ないものね。チップは、全く払わなかったのですが、ウェイターは、不服そうな様子は、見せませんでした。当たり前よね。釣りが多いのは、パリです。ヨーロッパの中では、ラテン系の国に、旅行者をターゲットにした、この手の犯罪が、多いような気がします。知人と一緒に、モンマルトルの地下鉄駅のホームで電車を待って、北電車に乗ろうとしたのですが、 ホームはそんなに混んでいなかったのに、なぜか、そのドアのところだけ人が大勢いて、もみくちゃにされながら、なんとか、電車に乗り込みました。すると、ドアが閉まるか閉まらないかの時に、知人が、財布がない、と叫びました。一緒に乗ってきた、大勢の人たちは、ドアが閉まる寸前に、ホームに降りていました。ところが、電車が動き出すと、電車の開いていた窓から、財布が投げ込まれました。知人が拾って、中身を確認すると、 現金だけが抜き取られていました。クレジットカードなどが戻ってきて、知人は少しほっとしていました。そういうのも良心的っていうのかしらね。私はコートの内ポケットのファスナーを閉めたところに財布を入れていたので、被害に遭わずに済みました。別の知人は同じような状態で名刺入れをすられたのですが、窓から投げ戻されて実害はなかったそうです。普通名刺入れには現金は入れないものね。仮の地下鉄では、 切符の自動販売機で困っている旅行者に買い方を教えるふりをしながら10枚綴りの回数券を買わせて1枚だけを旅行者に手渡し残りをこっそり持ち去るというのもあるようです色々いろいろ考えるのね1987年に出張でパリに行った時空いた時間にルーブル美術館に行ったのですが入場しようと並んでいるとポラロイドカメラを持った若い男が寄ってきて写真を撮ってやると言いました 私は一旦は断ったのですが、男が、たった一フランだよ、というので、取ってもらうことにしました。ユーロ導入前だったのね。ところが、撮影後に男は、五十フランだ、というのです。私が、一フランと言ったじゃないか、というと、それは、写真を入れる、紙製のフレームの値段だ、と言います。何それ私が、汚い英語で、そんなのは聞いてない。と怒鳴りまくると、男は引き下がって、どこかに行ってしまいました。 おそらく、そう言われたら、50プラン支払ってしまう日本人が多いので、日本人がターゲットにされていたのでしょう。また別の時、妻と一緒に、フォーブルさんと乗れ通りを歩いていました。ユーミンのアルバム、オリーブ、の一曲目、未来は霧の中に、に出てくる通りね。反対側から歩いてきた、外国人らしい、白人中年女性二人連れが、ルーブル美術館への行き方を、尋ねてきました。手に持っていた、地図を広げて、 指し示しながら、質問するのですが、何か動きが不自然です。妻は警戒して、持っていた手下げバッグを、押さえていたのですが、地図を持っていない方の女性が、地図の影から、妻のバッグに手を伸ばしたので、妻とほとんど、握手をするような形になりました。妻が声を上げたので、私と二人で、すぐにその場を離れて、ことなきを得ました。よかったわね。ガリ市内と、シャルルド・ゴール空港を結ぶ、ロアシーバスは、ガリ市内の、オペラ座の横に、 発着場があります。私がシャルルドゴール空港行きのバスを待っていた時のことです。日本人の若者のグループがバスを待つ間に記念写真を撮ろうとしてオペラ座の正面のあたりにいたのですが、一人の男性が日本語の大声で財布がないと叫び始めました。ああ、やられちゃったのね。ロンドンは身体的な危険という意味では東京以上に安全ということですが、私の知人はバス停でバスを待っている時に、 の込んだ詐欺に会いましたその知人と中南米系の男性がバスを待っていたところに私服警官と称する人物が現れてまずは中南米系の男性に職務質問を開始したそうです警官は無線でどこかと連絡を取りながらパスポートなどの提示を求めた後でクレジットカードを見せるように中南米系の男性は素直にクレジットカードを見せました警官はクレジットカードを見ながら無線でどこかと話をして 中南米系の男性は解放されました。警官は次に私の知人にも職務質問を開始しました。まず、パスポートの提示を求め、無線で連絡を行った後で、先ほどの中南米系の男性に対するのと同様に、クレジットカードの提示を求めました。ところがその知人は、インドに長く駐在していた人物で、インドで鍛えられた結果、大変疑り深い性格になっていました。警官に対して、クレジットカードは持っていない。 と断ったのです。警官は、じゃあ財布を見せろ、と要求したのですが、知人は、財布も持っていない、と言い張りました。押し問答の後に、警官は諦めて、どこかに行ってしまったそうです。中南米系の男性もグルなのね。インドに長く駐在すると、良いこともあるみたいですね。そんなに用心深くなるほど、ひどい目にあったんじゃないのこういった偽警官詐欺は、イタリアでもあります。 私はローマで、夕食後に、ホテルに向かって歩いている時に、車に乗った人物から、警察だ。止まれ。と言われて、車で追いかけられないように、一方通行の道を逆方向に歩いて、難を乗られたことがあります。本物の警察なら、一方通行の逆走もできるはずだもんね。ただしロシアでは、こういった犯罪に加担するのは、本物の警官なので、注意が必要です。詳細は、以前にアップした動画、最強の反射は警察。 ロシア農食、腐敗、で説明していますので、参照ください。この動画の説明欄に、リンクを貼ってあります。モスクワで、日本から来た出張者と、夕食を食べていた時、出張者が上着を脱いで、自分が座っている椅子の背もたれにかけていたのですが、感情をする段になって、上着の内ポケットに入れていた、財布がなくなっていることに、気づきました。隣のボックス席のロシア人の客が、その出張者と、背中合わせに座っていたのですが、 どうもそいつに、釣られたようでした。その出張者には悪いのですが、私は正直言って、海外での行動としては不注意だな、と思いました。ええー、そうなの日本人は、おき引きなどの犯罪に対する警戒心が、薄いように思います。日本が安全だからでしょうね。知人が、ニューヨークのホテルで、チェックインしていた際に、財布やパスポートの入った、セカンドバッグを、カウンターの上に置いていたのですが、横にいた男が、 床に落ちている1ドル札はお前のかと聞いてきたので、かがんで1ドル札を拾い上げたら、セカンドバッグがなくなっていたそうです。私は、財布は基本的に、ズボンのないポケットに入れるようにしています。後ろポケットはダメってことね。危なそうな時は、ポケットに手を突っ込んで、財布を押さえます。さて今回の、ヨーロッパでよくある、旅行者をターゲットとした犯罪に関する話は、ここまでです。最後の話は米国だったけどね。 最後におまけで、ニューヨーク、ジョン F ケネディ空港でのタクシー詐欺についてお話ししたいと思います。私が以前勤務していた会社は、ニューヨークのダウンタウンにオフィスを構えていたのですが、そこでは出張者がジョン F ケネディ空港からダウンタウンに行くのに支払ったタクシー料金のランキングを記録していました。何それ当時、ジョン F ケネディ空港からダウンタウンまでのタクシー代は40ドルから50ドルくらいでしたが、到着ロビーにたむろして、 客引きをしている運転手についていくと、ほぼ確実にぼったくられました。一人の出張者は、話しかけてくる運転手を無視しながら、タクシースタンドに向かったのですが、今日は、イエローキャブアストだから、タクシースタンドで待っていても来ないよ、と、運転手が言うので、その運転手について行ってしまいました。ダウンタウンに向かう途中、多くのイエローキャブが走っていたので、騙されたことは、すぐに分かったのですが、時すでに遅く、ダウンタウンの目的地そばの、 空き地で車を止められ、200ドルを請求されました。この200ドルが、長くランキングのトップだったのですが、ある日、それを上回る記録が出ました。その出張者は、ストレッチリムジンで、ダウンタウンまで60ドル、と言われ、快適な割に、差額が小さいと判断して、それに乗り込んだそうです。ところが、その車が途中で止まって、助手席に、もう一人の男が乗り込んできたので、出張者は、あれ、やばいかな、と思ったのですが、案の定、 目的地のそばの空き地で車を止められ300ドルを請求されました。出張者は60ドルと言ったじゃないかと抵抗したのですが、運転手はストレッチに無人の向かい合わせの後部座席を数えて戸席かける60ドルで300ドルだと言ったそうです。日本人ビジネスマンは会社を通じて予約したファイヤーを使うケースも多いのですが、それをターゲットにした詐欺もありました。到着ロビーで タイヤーの運転手を探している不正の日本人ビジネスマンを見つけると近づいていって迎えの車の運転手を探しているのかと話しかけ会社名と名前を聞きます。ここで話しかけた運転手が、ああ、俺が迎えだと言えばさすがに怪しまれるので振り抜いてたむろしている運転手の一団に〇〇会社のミスター〇〇を迎えに来ているのはいるかと尋ねます。その中から俺だと申し出る運転手がいるのですが これらが全部グルなのです。別のパターンは、日本人ビジネスマンの、スーツケースのネームタグを見て、名前を確認してから、簡単なプラカードを作って、先回りして待っています。日本人ビジネスマンは、会社書きを聞かせて、手配してくれたのかー、などと思い込んで、乗ってしまうわけです。さて、長くなってしまったので、今回はこの辺で終わりにします。私が知る限り、日本よりも治安の良い国は、シンガポールだけです。 機会を改めてシンガポールの治安の良さとその背景について考えてみたいと思います。それではまた。